뚜루 여기입니다. マジでこれ食べたい。ドラえもん。今日はでかいのを食べましょう。ちょっとちっちゃいでしょ。めっちゃでかくない？わかります？この大きさ。手これだよ、手。やばくない？こんないっぱい味がいっぱいあって、私はサーティワンより好きかもしれない。チーズやチョコリスペタケっていうふざけたやつがあります。パンも売ってるじゃん。パンが来る時間だって。 멀티클컵 하나요. 더블 치즈랑 월넛이랑 뭐였지? 자스민. 자스민이야? 결제해드릴게요. 현금 영수증 하세요. 드시는 거 같아요? 네. 여러분 안녕하세요. 푸르비입니다. 그래요? 짜잔. 진짜 내 가게 엄마한테 내려갔다. 근데 그안나 私の 가게で 하시기도 안나요. 食べた後に これを全部一人で食べきれるかっていう挑戦をしてみたいと思います。すごい楽しくなった。サーティワンは7200ウォンだったんだけど、これは1000円なので1万ウォンだったな。量が違うかもしれない。私はクルミウォルナットチーズ味とジャスミン味っていうジャスミン珍しいんだけど、メロンだよ。目つぶって食べたらバナナ。嘘。いただきます。多分これはクルミ。 美味しい。うちの美味しい。サーティワンより。サーティワンめちゃくちゃ甘かったんで、超甘くて、あんまりクルミも入ってなかったんだけど、ナットゥールのクルミのアイスは、クルミがゴロゴロ入ってて美味しい。全然食べれる気がしてきた。お腹空いてきた。毎日食べるとなんかお腹が空くの分かる。ちょっと悲しいのが俺買わないところかな。 価格的にはサーティワンより高いんだけど、ナットゥールの方が。めちゃくちゃ甘いのが好きな人は、サーティワンの方がいいと思うけど、自然な味を楽しみたい方は、ナットゥールの方がいいと思う。なんだろう、自然な味。甘くない。あんま甘くない。普通の、説明下手くそだね。価格的甘さを足してないような味って。フォードは全部食べました。次は、ジャスミン。ジャスミンを食べていきたいと思います。余裕な気がする。全然食べれる、全部。 チーズ嫌い？チーズ味。チーズ。使わない。チーズケーキファクトリーいけないね。アメリカにあるチーズケーキ30種類あるお店。幸せだよー。でも食べ物はいっぱいあるからいいんだけどね。パンプキンチーズケーキとかめっちゃ美味しいし。すごい嫌いそうな顔してる。じゃあ嫌いなものしか入ってないじゃん。そう。何でも食べれる。私のこと嫌いだって。嫌い。驚き。すごい体に悪いものしか好きだね。 チーズ入ってる、普通に。絶対に無理。チーズ入ってるよ、見て。なんかチーズの固形が入ってる、固形チーズが入ってる。見えない。ぼやけてる。無理だ、ここで見せる。でも、硬くなくて、溶ける。なんかお腹痛くなってきた。怖いよ。こんだけしかないんだけど、あと。余裕な気がする。全然食べれる、全部。こんなにアイスクリーム大好きな人間だけど、やっぱ無理かもしれない。